最後かもしれないだろう。だから全部話しておきたいんだ。はいよ。ちょうだい。いいっすよ。僕も。焦んなって。サインお願いしていいですか？もちろん。試合頑張ってね。任せとけって。じゃあさ、今夜シュート決めたら、こうすったら、それ、二人へのメッセージっつうことで。席どこ？東ブロックです。最前列。私、右から5番目ね。了解っす。じゃあそろそろ行くわ。応援よろしくな。せーの、ブリッツボール教えて。これから試合だって。じゃ、終わってから。な、今夜は、今夜はダメだよ。だろ、明日。明日絶対だよ。約束っす。俺がそのニュースを聞いたのは3回目の家出をしている時だった。みんなのヒーロージェクトが練習中に行方不明、捜索打ち切り。俺の親父はジェクトの熱狂的なファンでさ、親父驚いてるだろうな、ショックだろうな。そう考えたらなんだか泣けてきた。俺慌てて家に帰ったね。で、一晩中ジェクトのことを話し合ったんだ。あんなに親父と話したのは久しぶりだった。おいおいおい、回想シーン入っちまった。さて、あれから10年、今年から始まったジェクト記念トーナメント、そのきつい潰し合いから勝ち残ったのは、そう、東 A 地区のエイブスと南 C 地区のダグルス。注目はもちろんエイブスのエースのあいつ。去年のルーキーが今年はいきなりエースだ。あのジェクトの血を受け継いだ新しい星、今日はどんな動きを見せてくれるのか。今日こそあの幻のシュートが炸裂するのか。ごめんね、遅れちゃうっつーの。引っ張んなって。
ぼさっとしてんだよ。お前を待っていた。またわけわかんないことを。始まるよ。あ？泣かないで。あ？見ろ。俺たちは神と呼んでいた。神。ジェフトの土産だ。親父の？使い方は実践だ。雑魚に。全てと好き勝手暴れやがって！まとめて片付けてやろう。